スーチーは台湾台北市出身の女優。18歳で中小モデルプロダクションともえヒギーに所属し、初期の芸名でモデル活動を開始する。この頃、映画、スーチー・イン・アイ・に出演し実質的なヒロイン役を演じたが、初犯の事情からお蔵入りとなる。その後、初期名義で陽明英社から出版されたヌード写真集、私。 初期に注目したマンフレット・ウォンの誘いを受けて、香港へと渡り、ロレッタリー、スーチー・インセックス・ゼンで、ロレッタリーと共に主演する。同時に、同名の映画監督初期との混同を避けるために、芸名を初期に改めた。当初こそ、セクシーアイドルという扱いに甘んじていたが、1996年に、夢かける人、式場男女で、第16回香港連営金像、 進むの最優秀新人賞と最優秀女演女優賞をダブル受賞。言葉の障害をものともしない個性豊かな表現力が早い段階から評価され、次々に有名俳優と共演し人気監督の作品にも数多く出演するようになる。1998年にはポートランドストリートブルースでは第18回香港電影金像進む最優秀女演女優賞と 第35回金馬進む最優秀女演女優賞を受賞した。日本では1999年のジャッキー・チェン主演映画ゴージャスに出演したことにより広く名を知られるようになる。また日本コカ・コーラのウーロン茶ャーの CM にも出演した。2000年にはスタンリー・クワン監督の違法人たちで海外からも注目を集め2002年の トランスポーターで欧米映画にも進出。その後、台湾の巨匠放射を支援作品の常連ともなり、カンヌ国際映画祭にも毎年登場。台湾、香港映画界を代表する国際派女優の一人となっている。2005年の100年連覇で第42回金馬進む最優秀主演女優賞を受賞。2009年の第62回カンヌ国際映画祭では審査員を務めた。 2015年の国威の資格で第10回アジアフィルムアワード最優秀女優賞を受賞。2016年9月、俳優、映画監督のスティーブン・フォンと結婚した。ありがとうございます。